ゆこです。ひめかです。アリアです。ピンクラテ TB 始まるよ。今日はピンクラテ TV の先輩組3人でお届けしていますということで、それにちなんで先輩あるあるという企画をやっていきたいと思います。せーの、どうぞ。おはようございます。全然タメ口でいいからね。わかりました。ねえねえ、最近どう？うん、全然。そういえば、なんか何でも聞いてほしいなと思ってて、何でも知ってるから。卵部卵部何でも聞いてほしい。あ、私卵大好きで。何年ぐらいの時？半年。半年とか？なんか半年ちょいとかだから何でも聞いて。お願いします。はい。ありがとう先輩、おはようございます。あ、おはよう、エコちゃん。あ、ひめか先輩、おはようございます。もっと大きい声で。おはようございます。おはようございます。まあ、前髪、眉毛の上じゃなくてもいいよね。くるっと巻いちゃおう。あ、もういいでしょ、巻いちゃおう、巻いちゃおう。バレない、バレない。おはよう。ねえ、見て私のこれ。これがゆらりちゃんからもらって、これひめかちゃんからもらって、これアリアちゃんとお揃いなんだけど、でこれがゆなちゃんとお揃いで、これがレイラと、一緒に買ったやつなの。それで私はこれ買ったの、自分で。それでこれはね、姉なんだよ。あのお母さんにあのサンタクロースからもらった。バイバイ。ひめか先輩、おはようございます。おはようございます。なんかちょっとここつむじが見えるとちょっとなんか嫌な気分になっちゃうから、わかりました。このぐらいでお願いします。はい、大丈夫です。あ、でもなんかちょっと首とかこうなってたら嫌だから、こうつむじが見えないぐらいのこうその臭くもなし、あ、もしかしたらなんかあの頭もそうだけど口ももしかしたら臭いかもしれないから、あのどっちも隠す感じでお願いします。はい、大丈夫です。あ、そうじゃないですよね。はい、どうでしたか？先輩あるあるをやってみたんですけど、みんなそんな先輩ですか、学校では？全然違うだけ。1個上、確かに1個上のだけなのにね、今っていうね。共感できたでしょうか？できたでしょうか？できたでしょうか？でも後輩の方の方が交換確かにね、こういう先輩いるわっていう。ね、でも挨拶とかはさっきピーティーさんが言ってたんだけど、もうみんなでしようっていう、後輩から先輩からってなって、もうみんなでし合いましょうっていう結果がさっき出ました。じゃあ今回は先輩あるあるをやったので、今度後輩やあるあるもやりたいと思います。なのでコメント欄にたくさんあるある書いてくれると嬉しいです。お願いします。お願いします。お願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知を、よろしくお願いします。バイバーイ。